はい、どうもこんにちは、ちびこです。今日はスゴフェス来ましたのでガチャ引きたいと思います。今回なんとですね、ミホークとクロコダイルが来てますね。なんかミホークがめちゃめちゃ強いって言ってましたね。いやー、ちょっとこのミホークもクロコダイルももちろん欲しいんですが、私はやっぱりエースが欲しいです。もうなんやかんやエースが出ないんですけどなんででしょうかね。はい、早速引きたいと思います。石が25個ありますので5回引きたいと思います。なんだか最近ね、神引きちりこさんと言われるようになりまして今回はどうでしょうかね。なんかさすがにこんなに続くかなって思ってるんですけど、もし知らない方いましたら、スゴフェス動画よかったら見てください。では早速いきますよ。今までね、この1回目でいいのが出てますので、また赤い手配書が出るんでしょうか出たら本当にすごいですけどね。いきます、1回目。はあ、お願いします、エースをお願いします、お願い。金だ、金、金。やった、フランキー持ってないです。これいいですよね。わ、嬉しい、やりました。これはちょっと嬉しいですよ。スロットの影響をなんか大きくするんじゃなかったでしたっけ。あ、そうですよね。2ターンの間1位全員のスロットの影響を大きくする。やっぱそうですよね。わあ、嬉しい、やりました。ちょっとやりましたよ皆さんまあでもあれですね、エースではなかったですね。ミホークでもありませんでした。では2回目いきます。いきますよ、ミホーク、クロコダイル、エースをお願いします。すごい金率、すごい。なるほどなんかこう初心をこう思い出すと言いますかはい、3回目ですね、いきますよ。お願いします、ミホーク、クロコダイル、エース、お願いします、お願い、お願い。銀か。はい、持ってますよ。じゃあテーブルを変えますか。はい。はい、じゃあテーブルも買いましたので。いきます、お願いします、お願い、お願いします、お願いします、お願い。やばい、やった、あれし口座嬉しい。
さ、いやー、やりましたよ。ちょっと嬉しいですよ。一旦の間、斬撃タイプキャラの攻撃が 1.5 倍になる。一味の攻撃を 1.5 倍にし、体力と回復を、激減する。いやー、ちょっと嬉しいです。やりました。わー、ラストですね。いきますか。いきます。じゃあラストに出るんですかね、今回はね。いきます、いきます、お願いします、お願い。よしよし、お願い。え、うっそ。ちょっぱ、これ強い、強いんですかね。なんかチョッパーイコールそんなにっていうちょっとイメージが強くて、はい、今回はまあまあでしたね。このフランキーとコウザがやりましたね。フランキーと、はい、コウザ、はい、今回はこんな感じでございました。皆さんはいかがでしたでしょうか。またコメントお待ちしております。ツイッターでもね、どしどし感想などなどお待ちしておりますので、今日はこれで終わりたいと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。